桂玄造、桂玄は中国語漢末期から三国時代の暮れの同士。字は、高崎。女手老屋軍の人。桂先行、または大局左先行とも呼ばれる。先祖は、クズノリ。樹祖父は、桂渡る。父は、クズ玄。いとこは、桂ツラ孫は、カツ桂ウ。桂玄は、幼少の頃からよく学び、語教を広く読みあさり。 老僧思想の学説を喜んだという。桂源は、丹陽の公陽県に住んでいたが、後に、法師の左字に出会いで仕入りし、大政丹行、皇帝級、金江神丹行、金益丹行、三原神一明行などの道行を授かったが、これらが後に、桂源の弟子の定員を経て、勝行に伝えられたという。源は、宮間にて薬草をる生活をしていたが、 かのぎ二年、拡散に住んでよう立て修道を行い、気づいて、を立てて、九回にわたって、金丹を作成したが失敗した。後に、かつ青山、南岳、ラフ山などの諸山を合流するのを楽しんだ。著書は、霊法行行を変遷していると言われ、政権した上、清司、霊法などの道教の真の経典を研究し、弟子たちに世界を継承するように指示している。 東真後期の伝説では、太極新人女来六が、霊法行行を、勝ツ玄に授け、勝ツ玄はそれを、天員に伝え、天員は勝ツ公に、それを伝え、勝ツ公はさらに俗孫の崩すはじめに伝えたおかげで、霊法行行が後世に伝わることとなり、勝ツ玄は、霊法行行の誕生と伝授に関わる、主要人物の一人とされた。北宗の数年三年、起宗により、 桂ツは、おっきあたる新人に封じられた。後に、南宋の李修により、おっきあたる誠という幕に格上げされた。道教の霊法派から派生した各習において、桂ツは、祖師とされた。少数の道教の宗派の中では、桂ツは四大天使の一人とされている。道術の書の中には、桂ツが、壁気国を行うことができ、符を用いて、人々の病気を借り立て、 あらゆる種類の気泡を行うという伝説を記している。ありがとうございます。